下書きに入れてたんですけど、今日は12時までこの時間に始めちゃったから12時までしますね。そうです、今日で昇格、まあ昇格、新人に入ったのはまだなんですけど、昇格発表があってから4年が経ちました。いやー、月日が経つのは早い。4周年ありがとうございます。月日がね流れて気がついたらもう4年もね経っていたんですけど、なんかすごいやっぱり毎年大事な日ですね、自分にとって。やっぱ努力で掴み取った昇格だったと思うのでなんかなんか今はこうトーク会とか握手会とかでファンの皆さんと一緒に頑張って結果がついてくるけど、昇格はなんかやっぱりアンダーを頑張って昇格させてもらえたので、自分の頑張りを認めてもらえた瞬間だったなって思える出来事でした。今も頑張ってるんですけど、なか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 こう完売がね出ないと、なかなかこう認めていただける機会はないんですけど、減ってしまったなとは思うんですけど、これからも頑張っていきたいなと思います。認めてもらえることが増えるように、たくさんね会いに来てもらえるように頑張りたいなと思うので、これからも応援よろしくお願いします。やっぱりなんか昇格までの やっぱいろんな頑張り方があるけど、なんかやっぱり今は会いに来てもらうことが一番だから、そう思うと自分の頑張り方はなんか違ったのかなとか思うこともあるけど、でもなんかまあ芯はぶれずにまっすぐアイドルを頑張ってそれで人気もついてくるといいなって思います。そうですね、なんか昇格してからチームの活動がやっぱりねろくにできなかったので、すごいもう悔しい時間がねあったんですけど、まあそんなことはせずに もう悔しいとかそんな気持ちも全部活動にぶつけていきたいなと思います。
これからも見ててください。浮気はダメですよ。浮気しないで見ててください。今日のカラコン可愛くないですか。茶色。あの時は嬉しかったな。だってだね、ファンの人がさ一緒に喜んでくれたのがすごい嬉しかったし、でも今一緒にファンの人と喜ぶってなったらやっぱりさ握手会とかトーク会を完売して前に出るっていうのがね、だから結局自分が頑張って自分プラスファンの人たちもめちゃくちゃ頑張らないと喜びを分かち合えないっていうか一緒の嬉しさを共有できないっていうのがすごいなんかね、なんか難しい難しいなと思いますけど、まあでも私らしく頑張ってるところを見てそれだけでもね嬉しいと思ってもらえたらいいし、まあ結果がねついてくるのが一番嬉しいですね。なのでまあみんな会いに来てね。家に昇格してくれたおかげで出会えた。うん、本当にみんな出会ってくれてありがとうね。幕張行くよ。だって嬉しい。全部買ってね全部買っていいよ、ゲットしていいよ全部今日最善だったでしょ。追加しますね。だってありがとう。明日握手券追加するね。だってありがとう。頑張ろう頑張ろう日本会えるの楽しみ。来月が楽しみだから来月をね笑顔で迎えられることを祈ってますちょっとでも前に行けるように頑張ろう。お気持ち。今日はたくさんインスタのストーリーとか投稿もねしたのでぜひぜひ見てください。他にもね投稿したいものでたくさんあるので楽しみにしてください。トーク会で話すこと今から考え中。考えなくてもいいよ考えなくても話しかけるけど、でも考えてきてくれたら嬉しい気持ちもありますよ。おしゃべりできるの楽しみ。ジェットコースター苦手なの？でもデートだったら乗らないとダメだよ。一緒にカイニャンレーンに違う会話から連れてくることに成功しました。だってありがとう。絶対ハマらせる絶対ハマらせる
絶対私のこと好きにさせる、絶対好きになる、好きでしょ、絶対好きになっちゃうんだから会いに来てよ、絶対絶対推しにする、絶対私のものにする今日久しぶりにチョコの行方をやったんですけど、どうでしたか？可愛かったですか？結構久しぶりな気がします。最近はずっとバーコードとかアメピだったので、チョコ久しぶりにやった気がする。ね、久しぶりだったよね。なんか嬉しかった。こんなにさ、あのバレンタインの直後にさ、チョコの行方できて嬉しかった。ツインかわいい、ありがとう。ユニット予想を外しました。え、なんだと予想してましたか？私はね、私の卒アルの写真を見ていただいたら分かると思うんですけど、写真だけ見るとめっちゃ陰キャなの陽キャだった陽キャだったわけではない、陰キャです。カイネはもうアメビの女。またできたら嬉しいですね。またできたら嬉しい。バーコードからのアメビだと思ったね。いや、私もね、ワンチャンねアメビかなって思ったんですけどね、違いました。違いましたグローリーはやりませんグローリーはやりませんよ。とか言ってね、急にグローリーがやってくるかもしれない。そう、レオナさんとアメピやりたいってね、ずっと言ってるの。
で、ヨナさんとアメピをするのが夢なんですけど、え、ウィンブルドンもやりたい、ウィンブルドンもやりたいけど、なんか回ってこないの。なんか回ってこないけど、やりたいけど、でもとりあえず私は一番アメピをやりたいですね。なんか大人っぽい曲好き、バーコードも好きだから、可愛い曲も好きだけど大人っぽいのも好き。大人っぽいの似合うって言われるのめっちゃ嬉しい。そう、最近ユニット2回転率が高い。前までは1回転だったんですけど、最近はよく2回転してます。ぐるぐる。ぐるぐる。ぐるぐる2回転。大人だよ。大人です、私。大人ですよ。大人ですよ。何のお仕事でもお待ちしております。スルーザナイトお待ちしております。インスタの投稿見てください、皆さん。見て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 きてね。見てきてね。見てきてね。よろしくね。いいねとコメントお願いします。お願いします。今日赤緑さえ多かった。多かった、嬉しかった。でもあのやっぱ声の傾向と対策の 2A のコールがちっちゃいので皆さん今から歌うので、あの練習してください。メガネの奥につぶらな目、伸びた髪を聞いた、せーの、思いがけずいけてるかも、主催くん。ここでかえにゃんかえにゃんかえにゃんで3回は言えるはず。主催くんで伸ばすから3回はいけるはずなんですよ。でも今日は赤緑が多かったこともあってちょっとは聞こえ
聞こえたんですけど、やっぱりちょっとなんかあそこのパートだけマジでコールが聞こえない。本当にみんなには見えてないのか。まあでも逆の側に行ったりしたら、いたりしたら誰が歌ってるのか見づらいかもしれないんですけど池田のファンの池田のファンの人たちにだけでもえー、今日ねそう我慢してくれてたよね。そう聞こえた気がする。本当にも同じポジションなの分かんないまだ公演の連絡来てないから分かんないけど、まあ誰だったとしても誰だったとしてもまあ誰だったとしてもカイニャンコールはダメなんですけど、あのコールしてくださったら嬉しいです。伸びた髪を切ったら思いがけずいけてるかも秀才くん、思いがけずいけてるかも秀才くん、まあ、私の歌割りです。よろしくお願いします。みんなよろしくだよ。コール以前に公演当てるの頑張るって、頑張れ絶対当たるよ、君なら大丈夫。声出し公演のコールポイントお願いします。声出し公演、どこかな、コール少ないと思う。だって声出していこうぜはさ、歌割りさほぼないからさコールできないし、キラスキは皆さんがすごい頑張ってくれててコール聞こえる。誰しもいつか止まる心臓の2番の歌割りとかかな。スクショタイム、にゃんこだよん。クッキー、せっかくだから配信してるときに食べたい。このかわいいかわいいやつ、アラの姫か。いただきます。はあ、もったいない。ちょっと姫たんにも送ろう、姫たんに送ろう、せっかくくれたか。はい、いただきます。イエーイ。
これ送りつきます。うまっ。ひめたん、アラノさんって呼んだら怒るかな。昔はね、アラノさんって呼んでたんだけどね。結婚してだって遠く券全部買ってくれたら結婚してもいいよ。本気で。美味しかった。アラノさん、アラノさん、クッキーありがとう。おじいさんのも美味しかった。しかもピンクだった。おやすみなさい。ギャオ、まだ大丈夫や。